伊藤幸政伊藤幸政から1930年12月6日は、明治から大正時代の実業家、銀行家、貴族院多額納税者議員、14代伊藤次郎左衛門、陽名、千次郎、隠居名、自助。伊藤次郎左衛門家の13代伊藤有良の次男として、終わり国名古屋の茶屋町に生まれる。幼名を千次郎、伊藤次郎左衛門家は、 織田信長の故障の伊藤蘭丸幸宏の行員で、五福太もの賞を制御とした。また、県下有数の大地主だった。長兄の次郎四が創生したため後継者となり、慶応二年に十四代、伊藤次郎左衛門として、家督を継ぐ。1871年以降、名古屋県区長、博覧会雇用係、愛知県博物館長、名古屋市会議員などを経て、 商業会議所議員となった。1877年、第11国立銀行の設立に携わり、1881年には名古屋商法会議所の初代会頭に就任。また、同年に私立銀行として伊藤銀行を設立。伊藤銀行と伊藤貯蓄銀行取締役、愛知銀行監査役などを務めた。1908年5月、 愛知県多額の税者として、貴族院議員にご選され、同月21日に就任したが、同年10月23日、遺岸退職した。1924年、家督を息子のユ民に譲り、なおじすと改めた。晩年は、京都、佐賀に別邸を構えて暮らし、1930年12月6日に、同地で没死した。83歳坊津。 1875年には、大阪に、恵比寿や伊藤五福店を出店するなど、事業の拡大に注力する一方で、若い頃から画学に、親しみや津田神宮でも要される、画学神事には、毎年奉仕に出た。また、和歌にも通じており、晩年に、佐賀に移り住んだのも、藤原定家に憧れたことによるという、伊藤二郎左衛門に関するカテゴリー、ありがとうございます。